バイオリンを弾くことに対する思いというのは変わらず、やっぱり音楽が大好きだっていう気持ちだったり、その気持ちを聴いてくださる皆さんに届くように心を込めて演奏するという部分では変わりはないというか、でもちょっと変わったといえば、音楽的なその曲の解釈の部分、体からの出し方というか、もっとこう濃厚な音が出したいっていうイメージがどんどん前よりも膨らんできて、それが子供を産む前、産んだ後っていうところでは違う部分が出てきているのかなとも。よろしくお願いします。すごい、よし、ちょっと私も、平原綾香さんとは何度か音楽番組でも共演させていただいていたり、あと私自身もずっと平原綾香さんの歌声というのも大好きで、何度でも共演したくなるくらい本当に魅力的な女性で、またいつかステージでもコラボレーションしたいなとも思っていましたし、それこそ、ね、一緒にレコーディングできるというのも、なかなか難しいのかなと思ってたんですけど、こうやって実現できたということも本当に幸せで、いつもあなたでした、そういつでもあなたでした、私春の日差しよりも雪解けよりもあなたが好きでした。ずっと私の父がオーボエ奏者として活動していた時に演奏していた曲 で、私もたくさんコンサートでも演奏しているんですが、せっかくなので思い出たっぷりの大好きな風笛を綾香さんが新たな言葉の魂を吹き込んでくれたら、きっとまた違った聞こえ方、響き方がするんじゃないかなという思いもすごく強くて、彼女の体全体からこう湧き出てくる本当に透明感だったり、優しさだったり、温かさだったり、力強さっていうのを歌でどんな風になるのかなっていう意味でも、ぜひぜひお願いしたいなということでアプローチしました。闇を切り裂き、いいや、ね、すごい素敵、奇跡な感じの歌詞が今は普通合わないな、という意味でもすごい、なんかちゃんと歌のバックとなってすごい合う、無理しなくてもちゃんと、でもいいですね、ちゃんと自分出てくるとかちゃんと出てきて、何回も聴けるな、自然なの、だからすごく自然に生きてるから、全てが完璧というか、一緒に音を奏でているだけでもう感動してしまって、体が何だろう、震えるというか、思わず自分が演奏してしまうのをやめてしまうぐらいに集中力を一気に彼女の世界に引き込まれてしまうというか、そういった引き込む力のパワーというのが本当にすごいなというのを改めて今回レコーディングで感じました。私今はただと
ラシック音楽だったりバイオリンというものにちょっとなんか距離を感じてしまっている人も多いと思うので、それをいかに楽しいんだよということを伝えられるかというのも課題にしているので、自分自身も楽しみながら皆さんと一緒に音楽を作っていけたらいいなと思います。